はい、2023年12月7日別府記念競輪初日特選12レースの予想をしたいと思います。まあ、前回の伊東温泉に続いて、まあ、温泉地ですね、別府温泉記念競輪ということで、はい、温泉の競輪場が続きますということで、並び東北で新田雄大に森沢の2社で、中部近畿で三谷隆起に浅井康太で、中四国で佐々木豪に松浦雄二で、岩本北鶴酒井はそれぞれ短期の駒切れです。はい、でこの中でグランプリに出るのは松浦だけなんですが、松浦が登場ですね。このレースは、はい、松浦に注目なんでしょうけども、まあ、一番松浦として一番やりたくないのは落車なんで、まあ、その辺は気をつけて走るはずですよね。はい、去年だったか一昨年かこうグランプリ確定してた森沢選手がグランプリまでの間に落車してしまって骨折してっていうことがありましたけど、まあ、そういうことは なるべく避けてほしいなと思いますしね。ただ結構ずっと前に村上義弘選手は鎖骨かどっか骨折したままグランプリ出て優勝してましたけど、まあ、そういうのはまあ例外ではあると思うので、はい、ここは安全運転基本かなと思います。で、そうですね、ここはどうなんでしょうね、細切れでどこが主導権なのかっていうのと、そうですね、選手の調子もまあ、みんな競輪祭をピークに仕上げてきてると思うので、まあ疲れが出たり下り坂だったりするんですかね。うん、まあ地元地区といえばまあ北鶴選手ですけど、別府大分なんで愛媛もまあなんていうんですか、海挟んでもう隣なんで、まあ、純地元といえば、まあ、無理やりですけど、純地元といえば地元ですよね。はい、そうですね、あとは、うん、あとは森沢選手は結構競輪祭で、なんかいい伸び足してたなという印象はありますね。まあ、あんまり着は良くなかったですけど、はい、あとは酒井陽選手ですね、最近、こう、バック数が多くて、バック数が多いというか、主導権取ってに先行する。ことがなんか昔より増えて、まあ、なんかこう走り方が変わったなという印象はあるんですけど、今回この特選は短期ということで、まあ、先行はなく足ためて一発狙いということなんでしょうね。はい、で、まあ、私はですね、昔大分に住んでたことがあって、まあ、その時に別府競輪場は2回か3回か行ったことがありまして、場外だったり、まあ、本場だったりいろいろですけど、確か別府記念小野選手、小野俊幸選手ですかが優勝した決勝を見に行ってたような記憶があります。うん、確か見てると思います。なんかカラーボールを小野選手が投げて、それをこう拾いにっていうか取りに手伸ばしたような記憶がありますね。はい、まあ結構まあいい競輪場っていうのもおかしいですけど、まあ見やすかったなとは思いますね。はい、はい、で、一応周回ですけど、まあよく分かんないんで、まあ新田東北が前で、まあ東北南関連携すること多いで、まあ、岩本がなんかしれっと3番って回ってたりして、でその後ろに中部近畿がいて、中四国がいて、短期勢が後ろからみたいに想定しています。はい、で、うん、まあ赤番で、まあ、誰かしら動くんでしょうし、それはまあおそらく後ろにいたら勝負にならないんで、まあ、佐々木が前に行って新田を抑えますね。で、北鶴とか酒井も切り替えていってですかね。で、
で佐々木が切ってどうなのかな、北鶴も前に行ってるかもしれないですけども、でそこどうなのかな、こんな並びだとちょっと難しいかな、まあ切ってでまあ佐々木がなんとなくね先行しそうなイメージではありますよね。だからまあ誰かしらこう前に切ってそこを佐々木が叩いて先行する流れ、はい、にします。だから三谷が3番手にいて、まあ、ちょっと短期勢は、まあ、ごちゃごちゃになってこんな感じで、で新田は引いてって感じで、こんな感じで周回すると想定します。それで、まあ、佐々木豪が、まあ、ガンガン行って、まあ、打掌で叩いて本をかけて一本棒ですよね。はい。で、松浦が大名マーク。三谷が3番手。うん。初日特選でね、どうなんですか。新田こっから巻き返すんですかね。もっと足ためて最後、まくり追い込みみたいな感じもしますけど、まあ、そうですね。新田がまくりに行くとしましょうか。まあそんな早くなくて、まあバック前2コーナーからとしますか。はい。それで酒井北鶴が合わせて縦に踏んで、みんな縦に踏んで、あとどうなるかっていう感じでしょうか。はい。さっき言ったように新田がまくりで酒井北鶴が合わせたら、まあ新田もその上をね、まくるのはきついでしょうし、三谷もいますし。はい、で松浦はどうなんですか、車間切って後ろに合わせて縦に踏む、なかなかね横を、うん、横やってガシャンってなると困るんで、松浦も縦に踏むんじゃないですかね、ここは。うん。であとはだから新田はちょっと膨れて伸びず、後方からその後ろの森さんもまあきつい、だから松浦でその後ろから伸びる三谷で、酒井、まあ、浅井、うん。ですかね。まあ、北鶴のイメージは、不発か突き抜けるかってイメージなんで、まあ、ちょっとここはパスしときますか。三谷、松浦で、酒井、浅井の3着追加みたいな、3着にします。まあ、こんな感じですかね。まあ、初日なんで、まあ、今後と特に何も言ってませんけど、でもまあ最近のというかずっとここ数年のトレンドとして短期の選手が活躍するっていうのがありますんで、まあ、ここも短期3人いますし、どんなレースするか注目ですし、特にねグランプリも短期3人っぽいんで、そういう意味でもまあ注目かなと思いますね。まあ短期、まあ、ラインがないまあ、前も言ったと思うんですけど、ラインってこうなるべく勝ちやすくするためにライン組むはずなのに、まあラインがあると勝ちにくくなったり、あるいはラインがない短期の方が勝ちやすかったり動きやすかったりすることがあるのが、まあ競輪の不思議さっていうか、まあ面白さですよね。奥深いとこかなと思いますね。まあ、その辺はまたいろいろ考えたいと思ってます。はいはい。ということで結論、松浦三谷の折り返しとしまして、2車単で3連単もその松浦三谷1着から3着浅井酒井としたいと思います。別府記念競輪初日特選12レースの予想でした。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは。